やはりこの男は。くそ、取れろこの野郎。なんだこの鉄のロープみてえな蛇は。手遅れだった。入国の経緯など問われなければいいが。殺されるわよね、あの人。なんだこの国、本当に男が一人もいねえんだな。では聞くが男、そなた何の目的でどうやってこの島へ入った。だから俺もよくわかんねえんだよ。あっという間に空飛んで気がついたらここにいたんだからよ。嘘をつけ、そのような滑稽話でごまかされはせぬ。狙いがあるはずじゃ。狙いっつんなら船をくれ。送ってもらうのが一番嬉しいんだけどさ。とにかく俺は早くこっから出て行きたい場所があんだよ。お前一番偉いんなら頼むよ、海へ出たい。いや、おめえにはお礼言いっぱなしだな。なんか俺にできることねえか。俺と同じようにみんな生きてたらそれでいい。生きてさえいりゃ何度だって戦えるんだ。蛇姫様に向かってお前って、なんて無礼で品のない言葉遣い、最低だ。生きてここを出られると思うな。死は免れられぬ。お待ちください、蛇姫様。この者はおそらく嘘を言えるような人間ではありません。マーガレット、蛇姫様、この者の言っていることは全て本心。この国に害をなすようなものとはとても思えません。おお、お前そうだ、言ってやってくれよ。五国の戦士か。マーガレットと言います。男子禁制のこの国に侵入した時点で死罪は確定。なぜかばう。負い目を感じています。この男を入国させたのは私です。マーガレット、なぜ。蛇姫様、それには理由があるの。マキー、そうです、森でキノコまみれになっていたこの男を村の者と思い運び込んだだけで、スイートピー、アフェランドラ、入国させた罪ならば私たちにも責任があります。その通りの、マキー。やめて、二人とも。村へ連れてくと言ったのは私なんだから。あんなこと言ったら正直すぎるのよね、マーガレット。ずはははは。なんだおめえら、俺を殺そうとしたくせに実は優しいんだな。男を入国させた罪は私一人で。マーガレット、もうよい。表をあげよ、正直なマーガレット。わらわは正直者が好きじゃ。言うてみよ、許してほしいか。大罪を犯したあの三人を蛇姫様はお許しになるおつもりか。さすがは蛇姫様、お美しいだけではなく、なんと慈悲深いことか。蛇姫様、メロメロメロ。なんだ。バカなこと。おい、お前らどうした。いや、どうしたんだよ。あ、石になってる。なんで。おい、お前、こいつらに何した。俺の命の恩人だぞ。そう、そなたを助けたがために罰を受けたのじゃ。俺のせいで。待て、こいつらを元に戻せ。そなた一体誰に命令していると思っている。早く戻せよ。バキュラを闘技台へ。バキュラ、もうおしまいね、あの男。戻せっつってんだろうが。ここは戦士の国アマゾンリリー。強い者こそ美しい。精一杯戦って散るがよい。わらわたちが見届けてやる。こいつらどうなんだよ。元に戻るのか。蛇姫様に対してなんて無礼な口を。やっちゃえ、マキラー。
アキラ、行け。どうかしてるぞお前ら。あんな女に仲間が石に変えられてんのに、なんでおめえらヘラヘラ笑ってんだよ。野蛮人が私たちに怒鳴ってる。信じられない、凶暴な生き物。3人はかわいそうだけど、蛇姫様でやることに間違いはないのよ。国の規律を破ったその子たちが悪いのよ。わらわは何をしようと許される。なぜなら、そうよ、わらわが美しいから。そなたもそうであろう。お前ムカつくな。アレ様、しっかり。そんなバカなことはない。わらわの虜にならぬ男などおるはずがない。あの男の存在にわらわは耐えきれぬ。呪われた？何言ってんだあいつら。どう見ても悪魔の実食ったんじゃねえか。今度こそあの子も終わりね。もう待てない、早く始めて。丸飲みにしちゃおうかしら、それとも締め殺しちゃおうかしら。もしかしてビビってる？そのままやられちゃえ。ちょっとタンマ。何？命乞い？今さら謝っても罪は消えないわよ。そんなんじゃねえよ。お前らここで待ってろよ。ごめんな、俺のためにこんな石になっちまって。チョッパーがいたらすぐ見てもらえたんだけどよ、俺とロビンが大生地に氷にされた時みたいにまた元に戻るかもしれねえからな。人の心配より自分の身を案じた方がいいんじゃない？うっせえ、俺の勝手だ。あの男、マーガレットたちを救う気なのか。そんな、すでに死刑囚なのに。さてと、とにかくお前らをぶっ飛ばしゃいいんだな。もうやり残したことはない？まあ大丈夫だ。そう、じゃあ始めましょう。やれ、サンダーソニア、マリーゴールド、尿ヶ島侵入の滞在を、わらわを侮辱した罪を、極刑の部分にて知らしめよう。蛇姫様が髪の毛を耳にかけた。口ほどにもないとはこの男のこと。失笑じゃ。早くその男の息の根を止めよ。もう汚い口が二度と聞けないように。もう少し楽しみたかったけど、姉様の命令では仕方ないわね。じゃあお遊びはこの辺にして、受刑者に絶望と死を与えましょう。おい、何やってんだよ。そいつらに触んな。壊れたらどうすんだ。俺の命の恩人だぞ。壊すのよ。
恩人と言ったわね。ならなおさらだわ。この子には悪いけど、それがあなたにとっての罰になるから。ふざけんな、俺とお前らとの決闘だろ。やめろ。上よ。おいお前、決闘だって思っているのはあなただけ。これは公開処刑なのよ。おとなしく見てらっしゃい。姉様の受けた心の傷はこんなものではないわ。蛇姫様は国中の誰もが憧れる女性。強くて気高く世界一美しい海賊女帝ボア・ハンコック。国中の誰もがそうよ。だからこそ本望だと思うわ。なわけねえだろ、バカか、お前。いやね、下品な言葉。彼女の後は残りの二人を壊してあげる。ゆっくりと時間をかけてね。その方があなたも辛いでしょう。行くわよ、サン。おい、やめろ。に、ちょっと待ってって、聞こえてんのか。無駄よ。1。マーガレット。やめろって言ってんだろ。まさか。ああ、よかった、どこも傷ついてねえな。なんだ、物分かりいいなお前ら。今の覇王色の覇気。嘘でしょ、数百万人に一人しか身につけられない選ばれた者の覇気。何者なの、あの子一体。ごちゃごちゃうるせえな、何なんだよ。覇気を使ったことに気づいてないの。自分じゃ制御できてないのね。よーし、おめえらが強えのはよーく分かった。続けようぜ、決闘。ソニア、マリー、そなたたち一体何を遊んでおるのじゃ。姉様。よもやその男の行い忘れたわけではあるまいな。ごめんなさい姉様、すぐに始末を。蛇神付きヤマタノオロチ。あ、燃えた。蛇神付きサラマンダ。逃げ場なんて与えないわよ。取り囲んだわ、どんなにすばしっこくても絶対逃げらんない。これ以上ない攻撃。あの魔物。you
危ない。サンダーソニア様、なんと無様な。気はねえ。おのれ生意気な、マリー！今のうちにこの男を。何をしているの、マリー！何よ、ソニア姉様。私たちは今、その男に守られてるから。見て、サンダーソニア様の衣服が燃えて背中がはだけてる。あの男が離れたらゴルゴンの目があらわに。見たものは皆一瞬になってしまうわ。私の背中を。お前ら言ってたじゃねえか、背中を見られた。では死んでもらうほかないわね。なんでだよ、背中見たくらいで。そなたが見た背中のこれは、わらわたちがたとえ死んでも見られたくないものじゃ。お前ら死んでも見られたくねえんだろ。だから動くな。ブブは終わりじゃ。ゴルゴンの目がさらされる前に、みんな会場を出よう。大変、闘技場の外へ。石化してしまうわ。急いで急いで、ゴルゴンの呪いよ。私は今戦っていた相手だぞ。なぜかばうのだ。お前らが見られたくねえもんと俺との勝負は別の話だ。そなたが死刑にしようとした男は今やそなたたちに恩人。国を騙すことはできても、いつまでも自分を欺くことはできぬぞ、蛇姫。そなたたち三姉妹の背中に刻まれたものは。あれだけの夢をかき集め、探し物探しに行くのさ。渋滞のもと熱に浮かされ舵を取るのさ。埃かぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な嵐は誰かのバイオリズムの勝手、思い過ごせばいい。ありたけの夢をかき集め、探し物探しに行こう。信じちゃっても肩を押されて一歩リードさ。今度会えたなら話すつもりさ。
これからのこと、oh, つまりいつもピンチは誰かにアピールできるいたんす人生が情に示された夜を